はいどうも、ゆみチャンネルのゆみです。実は今ね、もう寝る直前なんですけども、明日の朝食べる朝食を今日は作っていこうかなと思います。はい、今日使っていくのはこちら、アイリス大山さんのヨーグルトメーカーです。僕ね、毎日お酒を飲んでるので結構お腹が弱子ちゃんなんです。なのでね、朝はヨーグルトを食べてね、ちょっと腸を活性化させていこうかなと思ってるんですよね。それでは早速作っていきましょう。はい、用意するのはこちら。まずは牛乳、安定の生乳の牛乳です。そしてヨーグルト、ヨーグルトを作るのにヨーグルトを使います。はい、ではまずヨーグルトを牛乳に溶かしていきます。ヨーグルトを開けて入れていきます。ちゃんとね、残さず全部入れていきますと。はい、そして牛乳を、まあ、適量入れていきます。こんなもんかな。あ、作り方はね、あのヨーグルトメーカーの説明書に書いてあるんでね、めちゃくちゃ簡単です。もうこれをこうしっかりね、牛乳にヨーグルトを溶かしていく。はい、こんな感じでね、ほとんどサラサラになったんでね、ではこれを牛乳パックに戻していきます。まずね、上を開けちゃいます。よろしくお願いします。こんな感じね。で、ここに戻していきます。はい、ここまで来たら主役の登場です。ヨーグルトメーカー。はい、ではここに、先ほどの牛乳を入れていきます。これね、付属の蓋っていうのがついてるんでね、これをつけていきます。よし、はい、これで蓋をして、で、40度ですね、40度で、8時間から、まあ、10時間って書いてあるので、間を取って9時間でいこうかなと思います。ではレッツゴー。というわけでね、無事にできてたみたいなので、ね、早速見ていこうと思います。さて、ちゃんとできてるかな。あ、ヨーグルトの匂いがする。さてさて、どうでしょう。お、おお、ちょっとやわめかな。まあでも大丈夫ですね、できてます。じゃあ移していきまーす。よいしょ。わー、あ、ちょっとやわめだな。まあでもね、大丈夫ですよ。よいしょ。もう1時間ぐらいやった方が良かったかな。はい、では食べていきまーす。普通に当たり前だけどヨーグルトの匂いがします。ヨーグルト美味しい。うん、
なんか朝ってヨーグルト食べるとシャキッとしません？しないか？はい、ではね、ちょっとこのままヨーグルトだけで食べててもちょっと味気ないので、トッピングしていこうかなと思います。はい、まずはね、こちらグラノーラです。朝食といえばグラノーラかな。次はバナナですね。バナナも朝って感じしますよね。そしてシナモンです。この3つをトッピングしていこうと思います。はい、まずはバナナですね。こんな感じ。はい、続いてグラノーラをこんな感じ。そしてここにシナモンをかけていきます。あまりかけすぎるとなんか大変なことになるので適度にかけます。こんな感じかな。はい、できました。美味しそう。食べていきます。でもグラノーラが入るとね、全然やっぱり食感とか変わるんでね、美味しくなりますよね。いい、美味しい。シナモンもちょっと加えることで香りもいい感じにね、なるんで、結構シナモンちょっと入れるだけでもいいと思います。うん、うまい。ごちそうさまでした。あー美味しかった。いやー、もう最近すっかり夏になっちゃって、なんかね、熱中症もすごいなってる人出てきてるみたいなんで、皆さんちょっとね、これから気をつけていきましょう。そろそろね、梅雨ももう入ってるのか、入ってきてるのか、関東はまだなのかな。ね、ちょっと皆さん本当に熱中症気をつけていきましょう。というわけで、今日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら高評価、登録、チャンネルよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。またねー。